い求めているのは小倉で60年愛された名店の味です。その名は東洋軒。多い時には1日500杯以上売れたといいます。いろんな美味しいラーメンあるんですよ、北九州にも博多にも。けどやっぱり僕の中ではそこを超えられるスープはないのかなって思ってます。東洋軒のファンだった武田慎吾さんは今年9月から直方市のラーメン店で修行を始めました。寸胴鍋ではなく釜で豚骨を炊き上げる東洋軒独自の製法を学びます。うん、おいしい。まあ、毎日と言っていいほど食べてますけど、やっぱ飽きないです。こってりでもなくあっさりでもない、元祖こっさりというか。こってりとあっさりの間、元祖こっさり。この味を求め小倉の中心から少し離れた小金市場に多くの人が足を運びました。ただ濃すぎないし薄すぎないし、味は本当にね、スープは全部飲み干せるぐらい。麺はちょっと極細いな、中太みたいな感じ、ちょっと柔らかい。博多のラーメンと違ってから硬くない。小金といえば東洋軒です。しかし去年6月に先代の高齢化などを理由に突如閉店。小倉から東洋軒が姿を消しました。武田さんは東京六本木などで経営していた複数の飲食店を手放し、15年ぶりに北九州に戻ります。東洋軒の故郷ともいえる小金市場での復活を目指し、直方市にあるのれん分け店舗の門を叩きました。東京のすべての仕事を精査してこれ一本にかけて、帰ってきてます、はい。そんな片手間にできるビジネスじゃないんでね、やっぱその重みが、歴史との重みが。武田さんが修行する店の関係者は、印象はちょっと怖そうな感じだったけど、全然もう勉強がすごい、吸収しようという気持ち、それがやっぱすごいですね。小金市場に武田さんの姿がありました。新しい店の引き渡し、その名も東洋軒。来月上旬のオープンを予定しています。思い出の味復活に期待するクラウドファンディングも店の内装費などに生かされました。東洋軒カラーの赤を天板で使ったり椅子に入れたりして、この赤っていう色は多分東洋軒のメインカラーなので、これがうちの秘蔵っ子のスープを作る釜になります。まず新品でございます。この釜で新たな歴史を紡いでいきます。小金町にやっぱりこの60年間で通ってる、まあ東洋軒の、まあ、大好きなお客様がやっぱいるということと、やっぱ小金町に作らないと小倉の文化と思ってるんで、今後正しく継承していかないといけない、そういう使命ですね、はい。